やけに人が多いな。普通かそういうもんなのか。あいつのクラスはここか。確か席は後ろの方って。あの男は前にあいつの携帯の写真に写ってた。お友達か。盛り上がってるね。何の話？俺も混ざっていい？なんだよ、急に立ったりして。こいつとの話は終わり？あ、そう。じゃあ来て。どこにって、そんなのついてくればわかる。怖がらせたよな。でも体が勝手に動いて、こうやってお前のことを抱きしめられるのは俺だけだって分かってるつもりなのに、お前があの男に笑いかけてんの見たら止まんなくて。自分があんな子供っぽいことするなんて思わなかった。はぁ、お前のこと好きすぎて、どうしよう。なあ、俺だけのものでいろよ。お前からキスされんの初めてだな。ほっぺだけど。あー、つかっ、俺ダサい。そうだ、さよ。何気づかせんだよって感じ。ごめん。部屋って、お前の？言っていいの？俺はいいけど、本当に？わかった。夜バイト終わったら行くわ。さすがにこんな集体見せたばっかりだから下心丸出しにしたりしねえよ。そこは安心して。待って、お前がそんなこと考えてるわけないか。もうちょっとだけ。チャイム鳴ったら話すから、それまで俺の腕の中にいて。なんつうか充電させて。さっきの唇にしてくれたら一気に溜まりそうなんだけど。ん？さっきのってキスのこと。だって嘘。抱きしめるだけで十分。一応これでも反省してるから。ああ、あったかい。ずっと。
とこうしていられたらいいのに。いらっしゃいませ。ハッピープラス酒街にようこそ。ああ、いえ、失礼いたしました。お先にご案内いたします。ご注文がお決まりの頃お伺いいたします。あそこに座った男のことだけど、うん、大丈夫ならいいんだけどさ。しっかり断るって言ってもあいつがどうこうって問題でもないんだよな。あの男しつこそうだし、気になって仕事にならないって言ってるそばから声かけられてんじゃねえか。気安く手触ってんなよ。お客様、こちらの店員が何か。それでしたら手に触れるような行為はおやめください。水などをこぼしましたらお客様にご迷惑をおかけしてしまいますので。それに彼女には恋人ができましたので、お声掛けもご遠慮くださいますようお願いいたします。こいつは俺のものなので売り切れです。他を当たってください。失礼いたします。何ほうけてんの、行くぞ。顔真っ赤ちょっとだけすっきりした。だって仕方ないだろ。そりゃさ、お前なら今度はちゃんと断るって分かってたけど、やっぱ俺が自分の口で言わなきゃ嫌だったんだ。俺のもんだから近寄んなって。あれだけやればさすがにあの男ももう来ないだろう。いいよ、あれは客は客でも害のある客だから。ああ、でもまたお前に近寄る客がいたらやっぱり同じことするかも。みんなの前で抱きしめてみんな騒んなってダメだな、この独占欲は抑えられそうにないわ。だから諦めろ。お前のことそれだけ好きってこと。顔見られない時もいつもお前のこと考えてるし、今何してんのかなとかさ、頭の中お前のことでいっぱい。今日も部屋行っていい？明日二人ともオフだろ？夜更かししても大丈夫だし。ダメ？
うつむくなよ。なあ、ほら、ちゃんと見て。部屋、行っていい？ありがとう。じゃあ、フロア戻ろうか。だけど、その前に、ちょっとごめんな。愛してるよ。